皆さんこんにちは。ドキドキマネージャーの三郎です。本日は筒井に呼び出されました。なかなか来ません。数分後。あれ、筒井さん、まあ、乗って乗って。何ですかその格好。え、トラだよ。トラ、うん、まあ乗って、とりあえず早く行こう。どこ行くんですか。え、どこ行くか。はい、まあとりあえず乗って。いいから乗って乗ってまず乗って。失礼します。今日どこ行くんですか。トラじゃないといけないところだよ。なんで覆面かぶってるんですか。今日タイガーで予約してるから。予約。予約だよ。警察署の前ですけど、捕まりませんか。何か悪いことしてんの。してないですけど、うん、覆面かぶってるじゃないですか。え、覆面かぶっちゃいけないの。どこ行くんですか。いや、あんまりね、カメラ撮ってほしくないんだよね。絶対場所バレていないところだな。やばいんだな。あ、わかった。もしかして牛タンですか。正解です。でも場所は絶対言えないの。カメラ撮ってもいいんだけど、俺もほらまさかさ、カメラ撮ってると思わなかったから、こうプライベートな格好で来たけど、まあ、店の中はとりあえずゴッドにちょっとだけ撮らせてっていうことは言っといたんだけど、これ使うっていうか、まあ、使ってもいいけど、とりあえずぼかしは全般的に入れてほしいんだよね。焼肉界のゴッド結構厳しいんで、その辺よろしく。よかったじゃんさ、みたいな念願の。はい、やばいよ、悪いけど牛タンしかないからね。あ、でもその服装ってめちゃめちゃ撮影意識してますよね。出ない。到着。ノーカメラだよ、ノーカメラ。筒井です。あ、こんにちは。佐久君どうよ、ここがゴッドの店だよ。ドキドキでしょ。ドキドキです。うん。すごいの来るからね。ねえ。ゴッドと呼ぶ人もいるし、焼肉仙人と呼ぶ人もいるしね。焼肉仙人です。そうだよ。楽しいんだよ。はい。すいません。蒸しタンです。ん？蒸しタン。蒸しタン。蒸しタン。タンの蒸しで。はい。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいです。柔らかい。こんな柔らかいの初めて食べました。やろ、うん、溶けるべ。来たよ。何ですか。ステーキです。ステーキ。すごい。ゴッドだね。焼肉界のゴッド。ゴッド。ゴッドだよ。和牛のタンって少ないんですもんね。そうです。全国で今輸入の比重が 3% の普通の人や買いに。いけないし、うん、ね、これはあまり映さなくていいんですけど。串ですね。ベロの、ベロ下側、まあ、人間も、ね、ベロをやるとこう筋肉ありますね、動かす。専門的には舌下症って言うらしいんだけど、うん、独特の味です。舌下症。和牛のハラミです。ハラミもやっぱり輸入とちょっと味が違います。うまい。しゃぶしゃぶ、うん、しゃぶ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 で、これがいいと思う。うん。焦点してます。めっちゃ美味しいです。こんな美味しいの生まれて初めて食べました。
出そう。どれぐらい前？ポーズで。いいね。これからも YouTube 頑張ります。お手柔らかに。